カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカキンのマイクラ実況パート24。今回はですね、ちょっと遠いところにある廃校に行きたいと思います。だからね、鎧着てガチガチに固めております。確かパート19で狼を、探しに行った時に見つけたんですよ。こう、渓谷の下の方にある廃校。行きたいと思います。多分ね、そんな簡単に攻略できるところじゃないんですよ。分かってるんです。あ、そしてこれ、今更なんですが、感圧板というものを作りました。今まで勘違いしてて、僕感圧板ってなんかこうレッドストーンを使って変な地下に仕掛けみたいなのを作んなきゃできないと勝手に思ってて、作ってなかったんですが、こんな簡単に作れるなんてと思って作りました。はい、カシャカシャ。おお、便利便利。感動しております。それでは行ってくるぜ、お前ら。元気でな。俺は必ず帰ってくる。あ、ロバで行こう。ロバで行ってこよう。ロバってあれですよね。こういう風に洞窟の、あ、でも危ないか。ちょっと心配なんで歩きで行きまーす。ロバとか取った意味ね、みたいな。ただなんかね、ちょっと、いなくなってしまったらちょっと心配なんで。まあ、絶対夜になって、しまうと思うんで、一晩ね、もう洞窟、廃校の中で暮らすんだぐらいの勢いで行きたいと思います。大丈夫でしょう、多分。はい、向かいます。確かにあっちの方なんですよ。ピン、廃校、ピン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 、あ、でも近いな、これ。結構近いかもしんない。そう、この辺で、一個だけ川みたいのを越えて、そうすると、あ、そう、これこれこれ、ここに、あれが見えるじゃないですか。松明がね。お、ここにも洞窟あるね。廃校とかに繋がってるかもね。うわ、イカだ、イカ。うぅ、イカ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 、ポーン。んで、ここ行きの、あ、白くて赤い目のウサギちゃん、かわいいね。んで、ここはまあまあ、いいとして、ここ行って、もうこの辺だった気がするんだよね、確か。あ、もうちょい行くか。わかりやすい。いい感じでね、しつこいくらい松明置いてるから、キノコがあって。あれ、どこだっけ？こんな奥か。馬で行くからね、やっぱすっごい近く感じたんですけど、歩くとやっぱちょい遠いね。あ、もう一個川を越えるんだ。そうだ。あ、そう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 。このなんか針葉樹林みたいなとこ来て、もうこの辺に入り口がある。それもね、結構深くて、降りるのがまず大変そうなんですよね。バケツで、あ、バケツで水垂らして降りるか。登ってくるとき大変だけど、まあ、下るとき、あ、べべ、楽かなっていう。よし。んで、早くしないともう夕方になっちゃうよ。あれ、これどこだっけ？この辺だよね。そう、確かね、この辺なんですよ。あれ、どこだ？あ、この辺か。あ、ここだ、ここだ、ここだ！あった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 ！ここや。シフト押しながら、あ、降りれる降りれる、こっから降りれるわ。水使わなくても大丈夫そうです。シャベルで行っちゃおう。よしよしよし、上がってくるときもまあちょっとくらい掘ればね、大丈夫っしょ。うっ、危ない。よし、食らいたくないからちゃんと掘っていこう。あー、そういうこと。あー、あ、こう行けばいいのか。オッケー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 。いや、楽しみだね。だって、お宝あるからね、廃校っていうのは、まあ、それだけが楽しみで行くんですけどね。オッケー。鉄とかもあるんだけどね。僕が目指してるのはダイヤモンドなんでね。うわぁ。ちょっとこの辺照らしとくか、とりあえず。外ですよーっていう。まあ、え？バグっとる？うわ、っていうか、廃校の入り口はあるんだけど、こっちもあんのか。うわ、暗っ。なんだこれ、とりあえずまずこっちからだね。この渓谷自体を攻略するようなつもりでいかないとね。うわ、暗いな。ただね、今回の、あ、もうない。オッケー。廃校入りなさいと言わんばかりの感じですね。あば。さっきから無駄なとこで食らいまくってるけど。さあ行きましょう。メインディッシュ、廃校へ。久々だな。もう最初から蜘蛛の巣がすごいもん。うわ、どっちから行くかだよね、まずね。どっちから行こう。よっからしょ。うわ、え、スポ
本ブロック食ってるんですけど、これはここに、置いちゃう。よいしょ。マジで。いきなりで、いきなり。こんな感じでスポーンされても困るわ。あ、ここ蜘蛛の巣があるだけで別に何もない。うわ、どっちから行こう。行き止まりをね、封鎖していくとかあるんですけど、僕はいつもね、それがもうよくわかんなくなっちゃって、もうとりあえず突っ込もうぜみたいになっちゃうんですけど、こっち行こっか。はい。左に松明をつけていく。おっ、チェストがある。冷静に行こうね。一気に行きすぎると迷っちゃうから。4、はい、いよ4とか言って。4、あれ、チェストねえやん。見間違えた。あった。縁起がいいね、最初から。いきます、せーの。お宝いらっしゃい。パンパン、スイカじゃなくてカボチャ、スイカ。頑張るよって言ってんのかな、これから。まあ、種はいらないか、とりあえず。さあ、ただこれさ、冷静に行かないと、万が一迷って真上に掘るとか言っても、真上に掘ったら知らないとこ出ちゃったらもう帰れなくなっちゃうからね。はい、ビビったら帰ります。はい、ヒカキン流攻略、ビビったら帰る。怖いよ。チェスト発見。いきます、お宝いらっしゃい。おお、マジ。こんなことあるんすね。ダイヤゲット、やったー。これ罠かもしれんな。でもな、これでいけるぞと思わせる罠かもしれん。こっから洞窟か。さては、うーわー、洞窟じゃん。ただ一応方角とかは分かってるし、ベッドで寝なければ。あ、あれ、これ毒だ。うわ、勘弁してくれ。ダイヤ持ってんだよ、こっちはよ。てか、あれがいるってことは嫌な予感だな。スポーンブロックがありそうだね。嫌な予感、猛烈に嫌な予感。土がある感じも嫌な感じ。あー、そういうことね。こっち行かなきゃいけないんだ。うわー、ここ帰るの、帰りづらいなー、ここ。掘っていくか。いや、参った参った。参っちゃうやつだ、これ。よいしょ。もう、雲の音がなんかおかしいくらいしてるもんね。はい。うわー、ここ完全に、うっ、あー、やめて、やめて、頼むから、お願い。ここで死んだら、あっちゃうよ。うわ、やめて。こんなにか。回復するまで待とう。うわ、勘弁してくれ。うわ、いないよね。まさかあれ毒蜘蛛いたなんてな。普通に毒で食らってるから待ってれば大丈夫だと思ってたんですけど、頭の上にいたのかな、蜘蛛。やばい、食い物がやばい。ごめん、ごめん、食べさせてくれ、頼む、食べさせてくれ。あ、頼むって、頼む、ごめんよ。よし、羊の肉でやばくなったら回復だ。やばいよ、間に合うかな。ダイヤモンド、防具めっちゃ持ってたよ、いろいろ俺。やばい。てか敵出たらやばいから、羊の肉食べてる場合じゃない。羊の毛を武器にして立ち向かっていくぜ。剣とか持ってくればよかったね。十何秒とか待って、食べ物と剣だけでも持ってくればよかった。
ほんとバカだ。ただね、絶対取り返したい。頼むよ。勘弁して。ねえねえねえ、やめて。やめよ。君たちさ、そういうことはやめよ。あれ、どこだっけ。あれ、こっちか。ここ。あ、よし、間に合ってくれ、頼む。エンダーマン、やめて、いじめんな。オイラをいじめないでくれ。来たぞ、廃校までたどり着いた。で、やばい、頼む、5分間。あれ、違う、あ、こっちか。やばい、早く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 、こっちで、こっちでチェストあって。あれ、違う、こっちか。やばいよ、もう5分くらい経っちゃってるかな。ギリギリかな。あ、この辺、この辺。あ、あったあったあった、間に合った。やったへへへ、私の勝ちだ。待って、来るんだろ、知ってるよ。よし、とりあえず冷静に防具を着ようじゃないか。剣、つるはし、食いもん、オッケー、勝ちたここ危なかったんだよ、相当。完全にスポーンブロックあったよね。ああ、焦った、本当に。うん、よし、本当に一瞬でもうね、瀕死になるからね、失敗すると。えっ、ああ、ごめん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 よ。冷静に行こう。こっちさらに深い。うわあ、左行こう、左左左。いや、深いな。よし、オッケー。一気に距離を縮めて戦うね、作戦ね。ただダイヤが1個あったから、そこまでもう危ない思いはしたくないんだよ、正直。寝たくないしね。はい、行き止まり、行き止まりは埋めていく、それで行こう。行き止まりを埋めていくんだよ。そう、それがスーパー新スタイル、新スタイルっていうか、攻略法ね。はい、これね、行き止まりですよーっていうね、感じね。はい、行き止まり、いいね、いいね、いいね。いないのになんか音が鳴ってるな。あー、あぶね。はい、この近距離で行くからね。おいでー、おいでやす、おいでやす、行きます。3、2、1、ファイヤー。ごめんねー、俺の勝ち。おっと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 、あ、大丈夫だもう一個チェストを見つけたら帰ろうかな。うわ、危険だこれ、広すぎる。はい、行き止まり、これ完全に進みすぎると帰れなくなる。右についてる方向、右についてる方向、こっち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 。もう帰りたい、帰りたい。あ、ここか。ここはあれだ。よし。あれ？結局これ雲どっから湧いてきてるかわかんないもんね。わっ、やっぱいる。うわっ、あっ、これ緑で、緑がかってっから。いないよね、いないよね、いないよね。今回いないよね。よし。あそこにもいるんだよ。どっから出てきてんだ、逃げろ、助けてくれ、もう無理だよ。
分かんなかったよ、本当にどこにいるか。とりあえずダイヤモンドを持ち帰ろう。それかちょっと浅いところだけもう少し見てね、帰ろうかしらね。これなんか怪しいね。え、なにこれ、え、なにこれ。あ、治った、びっくりした、バグりか。え、ここなんだ。うわー、やばい、危ねえ、危ねえ、やばい、燃えちゃうよこれ。危ねえ、セーフか今の、燃えないんだ、よかったー。はい、行き止まり、焦ったー。はあ、うわー、うわー、スポーンブロックもう一回あった、よし。怖いわ、ほんとスポーンブロック、なんかスポーンブロックすごいあるぞ今回。スポーンブロックがいっぱいあるといい、いい廃校とかそういうことはないですよね、別にね。嫌な声。もう一個チェスト見つけたら帰りたいんだよ。はい、行き止まりはどんどん止めていきます。はい。もうちょっと浅いところでなんかないのかな？お、こっちとかなんだ？もう完全普通の洞窟か、これ。はぁ。焦ったー、大丈夫だった。あー、これ深いわ。今行ける感じじゃないね。また来よう、ここの洞窟。ただ家から遠いっていうのが怖いよね。こういうところでどう攻略すればいいんですかね。家から遠い廃校とか洞窟、もう怖くてしょうがないんだけど、なんかいい方法ありますかね。近くに拠点を作って寝るとか、それで寝ないで出てくるまで頑張るとかなのかな。ちょっとわかんないですね、攻略方法が。さあ、こっちにじゃあチェストがなかったら帰ります。もう入り口の方ね、ほんとに。おお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 お、暗くて見えないよ、もう。ほい。あー、ないね。これ行き止まりね。ゾンビがいたよ、今。ゾンビちゃんいるじゃん。あれ、待てよ、こっち行ってないか。あ、え、あ、あ、あ、チェスト、あったー、あった、え、今の倒していかないにしようね。チェストの中身見てるうちにやられたら嫌だからね。おお、よっしゃ。え、もう一匹いないよ。2匹はいるとは分かってたけどさ、この宝箱を開けたら帰ります。焦った、ちょっと回復するまで待ちますね。いや、怖かった。よし、行きましょう。行くぞ、ダイヤ、ダブルダイヤ、これで伝説だね。行きます。3、2、1。お宝、いらっしゃい。帰りましょう。スイカの種をもらっていこうじゃないか。いや、でも収穫は大きいよ。ここ行き止まりね、はい、よし、帰ろう帰ろう。いやー、おっかなかった、本当に。こんな怖い思いしたのは久々だよ。いる、引っかかってる、引っかかってる。まあ、ある程度ね、あの行き止まりとか結構最初の方はね、大体こう当選簿したので、また今度探検しに来たら、こう行ったところはね、分かるようにできたので、ちょっと一つ進歩できたかなって感じですね。嬉しかった。またぜひこういうちょっと離れた洞窟とか家からね、廃校の攻略の仕方とか教えていただけたら、非常に嬉しいですね。もう本当、あの、もう全てを失う大ピンチとか、ましてやもう村に帰れなくなったとかっていうことだけはね、避けたいので、まあ、村の座標を覚えておけばいいっていうことなんですかね。座標とか全然見たことないからな。メモっといた方がいいのかな。あぶね。ちょうど夜が明けた感じがな、今。
運がいいね、結構ね。焦った焦った、本当に焦ったよ。往復したからね、結局。さあ帰ろう帰ろう。怖かった。ただね、結局結果的にはダイヤモンド1個ゲットしてるからね私の勝ちですで、ダイヤモンドってやっぱり最初ってピッケルに使った方がいいんですかね。あのツルハシ、あのダイヤのツルハシじゃないと黒曜石が掘れないって確か聞いてて、でその黒曜石であれですよね、ネザーのゲートを作れるんだっけ。だからダイヤのツルハシ作ろうと思うんですが、ぜひそれもコメントで意見いただけると、嬉しいです。はい、帰ります。ダイヤモンドだね。ダイヤモンド帰ってきた。はい、というわけで、やったー、収穫。やっぱりね、危険をね、犯すと、ハイリスク、ハイリターンってやつですね。また少ししたら、あの廃校、行きたいと思います。本日も最後までご視聴、ありがとうございました。この、ヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今、スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと、登録できます。PC タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。